皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのはネットアイドル連続放火事件です。この事件は犯人の女が放火した火災現場の写真を次々と自身のブログにて公開し、当時はネット社会の象徴的事件としてマスコミに大きく報道されました。犯人はなぜこのような事件を起こしたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2006年4月中旬から6月上旬にかけて、長野県諏訪市周辺で中学校の体育館が全焼するなど、約20件もの放火とみられる不審火が連続して発生した。警察は連続放火事件として、相次ぐ不審火の関連を調べるなどして捜査を進め、同年7月8日、火災現場の写真や現場のレポートをブログに掲載していた、諏訪市に住む飲食店手伝いの女 H、当時20歳を容疑者として逮捕した。H は取り調べに、放火したことに間違いありませんと容疑を認め、9件の放火に関与したことを自供し、動機については、諏訪を新宿並みに有名にしたかった、いじめによる母校への恨みと供述した。H は芸能プロダクションなどに履歴書を送るなどして、タレントになることを夢見ていたといい、自らの容姿が有名女性グラビアアイドルにそっくりだったこともあり、ブログを中心にネットアイドルとして活動していた。その後、放火などの容疑で起訴され、2007年4月に長野地裁で開かれた判決公判で、懲役10年の実刑判決が言い渡され、弁護側と検察側が控訴しなかったため、刑が確定している。この事件は、ネットアイドルが連続放火魔だったことで世間を驚かせ、マスコミにも大きく取り上げられ話題となった。ネットアイドル H。実は H が放火容疑で逮捕されるきっかけとなったのは、火災現場の写真や現場のレポートを自身のブログに投稿していたことだった。しかもその件数が8件にも及んでいたため、投稿当初から不自然さを感じていたものは少なくなかった。投稿された内容には消防車の到着前に撮影されていたものも含まれ、さらにポリタンクのようなものが H の背後に映っていたことから、 H が放火犯ではないかと疑う書き込みも見られ、ネット上で話題になり、地元のテレビ局や新聞社も注目していた。このことから警察も捜査を進める中で、このブログの存在を掴んでいたと見られるが、 H はそんなこととはつゆ知らず、その後も放火を続けてはブログに掲載していたことで警察の手が及び、あえなく逮捕されている。そんな H は小学生の頃から学校でいじめに遭い、他の児童と馴染めないなどの理由で特別学級に所属し、中学生になると不良生徒と仲良くなり、喫煙や飲酒を覚え、万引きや遊ぶ金欲しさにカツアゲなども行い、さらに着用済みの下着をブルセラショップに売るなどもしていたという。また当時 H は不良グループのリーダー的存在で、1年生ながらにして3年生と恋愛するなど、見た目も行動も派手だったとされ、こうして目立っていたことが災いし、やがて H は上級生に目をつけられ、いじめに遭い、不登校となり、引きこもりがちな日々を送るようになった。しかし中学3年生になると髪を染め、ピアス、化粧などもするようになり、この頃から芸能界への興味を抱き始めるようになったという。その後高校に通い始めた H は突然高校を中退して結婚し、東京に移り住んだ。かねてより憧れだった東京での生活を始めた H だったが、度重なる夫の暴力や浮気癖に不満を爆発させ、夫を包丁で刺す事件を起こしている。この時は夫婦喧嘩の範疇と判断され、夫の怪我が軽傷だったことで刑事事件となることはなかったが、この件で H は更生施設へ入ることとなり、競技離婚へと至ることとなった。その後 H の生活は乱れていき、援助交際やネットで使用済み下着を売って金を稼ぎ、当時ギャルの間で流行っていたヤマンバスタイルで渋谷に繰り出す日々を送っていた。そして19歳になると地元の諏訪へ帰り、風俗店で働くようになり、自他ともに認める有名女性グラビアアイドルのルックスやスタイルに似ていたことで、たちまち店の人気風俗嬢となっていった。その後は風俗店勤務で経済的な余裕ができたことで整形手術をするなど、風俗嬢としてさらなる高みを目指していたが、その矢先 H の勤務する風俗店が18歳未満の少女を雇っていたことで警察に摘発を受け、店は閉店に追い込まれ、 H は職を失うこととなった。
それをきっかけに H は実家の居酒屋を手伝うようになり、その頃から自身でネットを利用し、実家の店の宣伝や自身の自撮り写真などを投稿するなどして、徐々に知名度が高くなり、一部ネット上で H はネットアイドルと呼ばれるような存在にまでなっていった。数々の投稿。この事件が注目を浴びるきっかけとなったのは、H がブログに合計8回もの火災現場レポートや写真を投稿していたことだった。最初にブログに載せた現場は4月17日午前2時半頃、諏訪市にある資材置き場が全焼し、止めてあったトラックの一部が燃えた現場だった。H は、昨夜は近くで火事があり大騒ぎでした。近くで火事があり、夜中サイレンの音で飛び起きました。本当に近くでびっくりしたよ、と投稿している。次に投稿された現場は、4月30日夜、諏訪市の税理士事務所だった空き家が全焼する現場で、さっき午後11時30分頃、近所で大火事がありました。一軒家丸々燃えて全焼。消防や警察や野じ馬ですごい人だかりで、まるでお祭りのような騒ぎでした。最近不審火が多発していて、今月で6、7件くらい発生しています。怖いよ、と投稿。続いて、5月11日午前0時半頃、中学校の体育館が全焼した現場では、また火事だよ、また近くで火事があったよ。今回は中学校の体育館が全焼だよ。母校だからショックだよ。もう先月から合わせると10件にもなるらしい。今回の体育館が燃えたのは全国ニュースになっていたよ。怖いよ。と投稿した上、炎上する体育館の写真も掲載していた。そして5月31日午後11時頃、諏訪郡富士見町にある木造のうさぎ小屋が燃えて、うさぎ1羽が焼死し、軽自動車の一部も燃えた現場では、30日か31日にまた不審火の火事があったらしい。うさぎ小屋が燃えて、うさぎが1羽死んじゃったらしい。犯人許せない、と投稿していた。H はこうした火災現場を写真に撮り、自身のブログに投稿して注目されたかったのか、この投稿があだとなって警察の捜査線上に浮上した。H の供述。H の逮捕容疑は、2006年5月26日午前2時頃、下諏訪町の自動車修理販売会社の駐車場にあった乗用車に放火した事件だった。警察は同年7月8日、H が某週刊誌のグラビア撮影のため家から出ようとしたところ、任意同行を求めたが、H が拒否したため、撮影の終了後に改めて任意同行を求め、警察署内で事情を聞いた。その結果、H は余罪を含め9件の容疑を認めたため、現住建造物等放火罪、道路交通法違反などの容疑で逮捕された。H は取り調べで、最初の放火は車を運転していた時に視界を遮る物置があったので、邪魔だったので火をつけた、と供述し、H の母校である中学校の放火については、中学生の時仲間内でいじめを受けるなどしたため、中学校を燃やして嫌な過去を消し去りたいと思ってやった、などと供述した。また、H は道路交通法違反の容疑についても取り調べが行われ、諏訪市などで石やブロックなどを道路に置いたことを認め、車がぶつかれば面白いと思ってやった、と供述した。その後、公判が進み、判決公判の3週間ほど前、H はあるジャーナリストに手紙を出し、その中で、一番楽しみたい20代を刑務所で過ごさないといけない。なんかもう気が抜けて人生終わったと思っています。本当、人生終わりです。と心境を語っている。その後、2007年4月に長野地裁で判決公判が開かれ、裁判長は近隣住民を震撼させ、地域社会に与えた影響は重大として、懲役10年の実刑判決を言い渡し、弁護側と検察側が控訴しなかったため刑が確定した。判決の際、裁判長は地域社会に与えた影響は極めて大きいが、被告人は精神的に幼く、それが招く問題行動に対して周囲はこれまで適切な対応をしてこなかった。今後被告人が更生する可能性は十分にあるとして、家庭環境に苦言を呈した上で H に対する更生の期待を覗かせた。さらに裁判長は最後の言葉として、あなたはまだ若い、社会復帰してからの時間の方が長い、反省し罪を償い自分の生きる道を探してほしい、と諭し、H は小さな声で、はい、
と答え、この事件に幕を閉じた。獄中手記。刑務所に入った H は獄中で高卒認定試験に合格したほか、フォークリフト運転者、危険物取扱者、2級ボイラー技師といった様々な資格を取得し、それまで自身を苦しめていたパニック障害も克服したという。またそれと同時に H は刑務所内の生活をリアルに描いた漫画や手記を書いており、2014年8月ある月刊誌に掲載され話題となった。実は H の初公判が行われる前の2007年1月、 H は警察署の留置場のトイレで自殺未遂を図っている。危うく命を落とすとこだったが、警察職員の発見が早かったことから3日間の昏睡状態で生死の境をさまよったものの、なんとか一命を取り留めている。この自殺未遂については手記の中で、もう二度とやりませんよ、あんな苦しくて痛いこと、もう嫌ですと記している。またその他には、私は今までなんとなく生きてきて向上心なるものは無縁だったのですが、実はここへ来てものすごく勉強熱心になりました。3年がかりで様々な資格を取得することもできました。机にかじりついて受験生活をしたのも生まれて初めてでした。学校に行かなかった分を一気に取り戻した気分ですとも記している。その後 H は刑期を終えて出所したとみられているが、現在の所在や生活については分からず、放火による被害総額は1億1000万円にも上るとみられているが、賠償についての民事訴訟が行われたかについては明らかになっていない。放火について調べると、2016年まで日本の火災発生原因の1位は放火となっており、2017年以降は2位以下となり減少傾向ではありますが、件数にすると現在も年間2000件以上が発生しています。放火は非常に重い刑罰が課さられることで知られていますが、放火の目的は様々あり、怨恨、承認欲求、愉快犯、保険金目的、証拠隠滅などがあります。放火犯の中には放火そのものが目的で何度も放火を繰り返す放火魔と放火癖がいるとされており、人が大騒ぎすることにワクワクするような歪んだ自己顕示欲から放火を繰り返すのが放火魔とされ、強い興奮や快感を求める衝動を抑えられず病的に放火を繰り返すのが放火癖とされています。また放火魔や放火癖の人はやじ馬を装って現場にいることが多いという犯罪者心理があるため、今回の事件はこの2つに当てはまっていると感じます。そして現在は減少傾向にあるとされる放火ですが、実は検挙率も年々落ちているとされ、その落ち込みの原因となっているのは火災を引き起こす手法や証拠を隠す隠蔽工作の巧妙化などが挙げられます。放火を未然に防ぐことは非常に難しいことではありますが、放火に限らずこのような卑劣な犯行を抑止するためにも、やはり死角になるような場所には防犯カメラを設置することが重要な役割を果たすのではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。